初つばめ藤沢周平悪いね無理を言ってさなみが言うと島は手を振ったいいんだよ気にしなくたって島は丸顔に人の良さそうな笑いを浮かべた あたしの留守に男を引っ張り込むって言うんだと、やきちも焼けるけど。相手がともちゃんじゃね。その代わり、明日の朝はおにぎりか何か持ってくるから。ありがとう。ともちゃんと相手の人によろしく言っとくれな。おにぎりなんか持ってくることはないよ。おしまにはちゃんと朝飯を出す。遠慮もほどほどにおし。 いつの間にか後ろに来ていたおかみのタカがそう言ったおかみもなみの弟きちを知っていたそしてその弟が身を固めることになって今夜はその相手を連れて姉のところに挨拶に来るというのを喜んでいたこれつまらないものだけど。 おかみはなみに小さなふくさに包んだものを渡した軽いものだった「神入れさほんの祝いの気持ちだよ」「すみませんおかみさん」と波は言った友吉がきっと喜ぶだろうと繰り返して礼を言ったそれじゃ 忙しいところを愛すみませんけれども今夜はお休みをいただきます」と言ってナミは小料理屋「うの花」を出たナミは今後に残してきた島もそうだが「うの花」の通い女中である店の掃除をし料理人を手伝って台所にも入れば そのあとは着替えて客の酒の相手もする昔は酒のあとで客と寝るような店を転々としたことがあるが卯の花はそういう店ではなかった卯の花に勤めを変えてから十年ほどになる馬場通りを西に歩いて一の鳥居を抜けた そして黒江町の角を曲がってその先の堀に架か,かる橋に向かった島と2人で借りている長屋の家は松村町にある店から近所の青物屋に買い物に出たりすることはあるけれども日盛りの午後の町を歩くことはめったにない波は降り注ぐ春の日差しをまぶしく感じながら 黒江町の道を歩いていた馬場通りには混み合うほどに通行人が行き来していたのに一歩黒江町に入るとそこは閑散としていて波が歩いてゆく道のはるか前方に2人ばかり小さな人影が動いているだけだった宇之花よりずっと間口の狭い小料理屋や下田屋が並ぶ町のどこかに 油売りがいるらしく。油よろしゅう。ええ、油でござい。というふれ声がするが、姿は見えなかった。町を横切って堀畑に出たところで、目の前をスイッとかすめすぎたものがあった。そのものは、あっという間に白く濁った色をしている春の空に駆け上がり、 日差しを受けてキラリと腹を返すと、今度は矢のように水面に降りてきた。おやツバメだよ。とナミは思った。立ち止まって水面すれすれに下流の矢渡橋の方に姿を消すツバメを見送った。今年初めて見るツバメだった。 ことしどころか何年もツバメを見たことなどはなかったようにも思う父は早く死んだがやがて残った母も病気で倒れた二人とも老害という病気だと 奈美と弟の友吉の面倒を見てくれた長屋の女房が言った古着の行商をしている銀助という男の神さんである奈美たちの母親が床から起き上がれなくなると銀助は大家や長屋の者と相談してやがて奈美を入船町の小料理屋に世話した奈美が 15の時であるおめえももう一人目だしんぼして働きなと銀助は言った銀助の言う意味はよくわかったなみはそれまでも体が弱い母親の代わりに家のことをしながら大家の世話で ごく近くにあるうちわ問屋の台所を手伝っていたしかし余ったおかずをもらったりする余力はあってもそこで手に入る賃金は知れたもので母親が病気で寝込むとそんなことでは暮らしていけなくなったのである病気の母親の薬代を稼がなければならなかったそして弟の友吉は まだだ五つった。病人と弟の面倒を見てくれる銀助夫婦にも何ほどかは暮らしの金を渡さなければならなかった外に働きに出るのは当然だと思ったのである働き始めた料理屋でやがて男の客を取らされた時も 驚き悲しんだことは確かだが逃げ帰ろうとは思わなかったいつまでも泣いてはいられなかったそのころには銀助が言った辛抱しろという言葉にはこういうことも含まれていたのだと気づいたが岡場所に売られなかっただけでもまだましだったのだと考えるようになっていた波に流されるように 浮世の仕組みの中を運ばれていった3年後に母親が死んだ一人きりになった友吉は銀助夫婦が引き取ってくれたしかし奈美はいかがわしい商売をしている小料理屋からすぐには足を抜けなかった 母親が死んだ後に少なくはない借金が残っていたその借金の中には父親が病気で寝ていた頃の古い借金も入っていたそれに弟の友吉の着るものと食い物の係があったささやかなものだったが長屋の人たちが母親の葬式を出してくれていてその係費用は銀助夫婦が建て替えていた そういういものをあらましきれいにしまた十二になって金助の世話で古手問屋に奉公に出ることになった友吉の身支度を整え終わった時にはなみは二十二になっていたそれまでの間になみをめかけにしたいという男が二人現れ 一緒に暮らしたいというおとこがひとりあらわれた。めかけにしたいというおとこふたりはそれぞれにねしんで。借金をきれいにせさんして、おととのともきちをひきとり、てあてもはずむという、じょうけんはわるくないものだったが。ナミはそのおとこたちとねるときは、金のためとはいえ、とりはだが立った。 りと断ったそして書体を持ちたいという男には誠意はあっても定職がなく金もなかったナミの方から入れ上げた男も二人ほどいた弟など捨ててしまおうかと思うほど惚れ込んだその男たちは二人ともナミを裏切って 「印売」梅という言葉を思い知らされたような気がしたなみはそのころから深酒をするようになった正体もなく飲み続けて病気になり長く寝込んだこともある。 友吉が奉公に出てから2年ほどたってなみは今の店に勤めを変えた。本当は水商売の足を洗って仇に戻りたかったのだがどう足を洗っていいかもわからないほどなみは水商売の世界に身も心も染まりきっていた。しかし仇の道を踏み出した弟のためにも せめて男に体を売るような務めだけはやめようとナミは思ったのである。守備よく年季を務め上げれば、友吉にも身を固める日が来て、やがては一人前の商人になる道も開けるだろう。そういうことを考えると、ナミは胸の中がほのぼのと明るくなるのを感じた。 自分にはついに刺さなかった日が弟の上に刺しかけるのを見たかったしかしそういうふうに事を運ぶためには弟も金がいるかもしれなかったたった一人の身内として肩身狭い思いはさせられない友吉が身を固めるにしろのれんを分けてもらうにしろその時のためにささやかでも たしになるような蓄えをこしらえておいてやりたい。とナミは思っていた。それが終わったら。ナミがそういう話を聞かせると、同じ店で働き、二人で長屋の一軒を借りている島は言う。今度はあんたが自分の幸せを考える番だ。いい男を見つけな。 この年になっていい男なんか見つかるもんか。おしまはバカだよ。とナミは思った。だがさっきのツバメがたちまち戻ってきて白い腹を見せて頭上を飛びすぎるのを見ていると何かいいことがありそうな予感がなみの胸を膨らませた。 き今日初燕を見たと弟にも弟の嫁になる娘にも話してやろうと思いながら波は松村町に渡る橋に向かって歩き出した表通りの青物や豆腐屋により 酒屋の前で少し思案してから酒を一升買うとなみは松村町の長屋に戻った「おやおなあみさん大いそうな買い物だね」2軒ほど先の家の前で夢中で立ち話をしていた酒屋の女房が目ざとく見つけておしゃべりをやめるとなみに声をかけてきた。 屋はなみのいえのまえであるこんやはおとうがくるもんだからなみはいってついそのさきをポロリとしゃべってしまうおとうがこんどみをかためることになってさこんやはよめになるむすめをつれてあいさつにくるっていうもんだからおやまそれはめでたいじゃないか。 酒屋の女房とおしゃべりの相手をしている紀藤師の女房は大げさな喜びの表情を作ってみせた友吉は半年に一度ぐらいしか訪ねてこないし来てもすぐに帰るのだがそこは飽きない店の方向人で名古屋の人たちと顔が合えば女債ない口を聞いたいかにもお大人者らしく見切れにして 男ぶりもわるくないとも吉はおおげさにいうとはきだめにつるというおもむきがあってながやの女房たちにはひょうばんがよかったなみはそのことをひそかなじまんにしてそれでよめのことをしゃべるきになったのであるええー、それでこれからごちそうつくんだどんなひとがともちゃんのおよめになんのか。 みたいもんだね女房たちは口々に言ったナミは笑顔を返して家に入った胸に幸福感が溢れた買ってきたものを台所に置くと姉さんかぶりになって掃除を始めた友吉と娘は 日が落ちるちょっと前にやってきた友吉はまた背が伸びたようで上がる時に鴨居に頭が使えそうになるのが頼もしかった身につけているものもお梅島の着物に合わせ羽織である本のしまもめんで訪ねてきていた小僧の頃に比べると見違えるほど大人っぽくなっている そして友吉の後ろから身をすくめるようにして部屋に上がってきた娘を見てなみは目を見張った。着ているものはかの子で見たところは地味だがそれは近年の流行だからで帯も髪を飾っているかんざしもいかにも高価そうなものである。その上娘の頬は滑らかに白く。 指もほっそりとしている。友吉の嫁というからにはかすりか島のもめんぎの娘だろうと思っていたナミは今日疲れた思いだったうつむいて入ってきた娘は長屋の娘でも商売の方向人でもなかったこの人は。 どっかのお嬢様だわと思ったが、気を取り直して、ナミは声をかけた。さあさ、せまいところですけど、座ってくださいな。いま、お茶を入れましょうと言い残して、ナミは台所に立った。柱に隠れて、手で髪を直した。しかし、髪を直したぐらいでは追いつかないだろう、とナミはおもった。 店を出てくる前に一とおり化粧はしたものの寝不足と酒でむくんでいる顔はあんどんの火をともせば隠しようもなくなるのだ。なみは急に弟に腹が立った。相手があんなお嬢様ならもっと早く事情を話してくれたらよかったのだ。いきなりじゃ面食らうじゃないかと思ったのである。 別に、お嬢様が嫌いというわけではなかった。ただ、友吉の姉でございと名乗るには、少々気が引けるような気分が芽生えている。そこのところが腹立たしかった。まあ、わざわざ来てもらってね、こんな狭いところにさ。何度も言わなくてもいいよ。狭いのは見ればわかるんだから。 が不機嫌なくちょうで言った。そしてなみがお茶を出すと娘に「姉だよ親代わりなんだ」と言った「姉、ね、さんこの人がおゆうさんだよ」とも吉が言うとそれまでうつむいていた娘が初めて顔を上げてなみを見た「はじめまして」。 うと申します」と娘は言ったやはり滑らかで白い頬だった少し濃いめに口に紅をつけているあどけないと言ってもいいようなかわいい顔なのに細い目だけが瞬きもしないで自分を見つめたのを奈美は感じた見分されたような感触が残った この子は、気が強いね。と、ナミは思った。ともきちは大丈夫なのだろうかと思ったが、ナミも、友もきちの姉です。よろしくね。と言った。さあ、初めて見えたんだから、お酒を出そっか。あんどんに火を入れてから、ナミはそう言って立とうとした。 すると友吉は手を振った。いや、酒はいいよ。おゆうさんは酒が嫌いなんだ。でも、形だけでも。いいって言ったらいいんだよ友吉が思いがけないとがった声を出した。じゃあ、お前だけでも少し飲んだらいいじゃないか。お祝いってことだってあるだろ 友吉は,いいはそっけなく言った「なんだかかっこがつかないね」なみが言うとユウがまた顔を上げてなみを見た細い目に笑いが見えたような気がしたしかしユウは笑ったわけではないようである「おやこれはなんだろう?」 とナミが思ったとき、ユウはもう顔を伏せていた。それじゃ仕方ないね、とナミは言った。せっかく買ってきた酒だが、寝酒に飲むことにしよう。じゃ、酒はやめにして、すぐごはんにしよっか。おまんまはもう炊けてるから。ナミが言うと、 友吉と優は顔を見合わせユウがともきちのひざをつついたのがめにはいったがなみはみなかったふりをしたきょうはねおみせをやすませてもらっていえでごちそうをつくったのさごちそうといったってたいしたことはできやしないにものとやきざかなだけどね。 本当は軽くお酒をいただきながらいろいろと話を聞こうと思ってたんだけどね。まあ、食べながらでも話はできるわ。姉さん。なんだね、変な顔して。本当にともきつと来たら驚いてしまうね。そのあたりの飯炊き娘でも捕まえたんだろうと思ってたら、 こんなお嬢様を連れてくるんだから。ねえさ、ご飯はいらないよ。ナミは立てていた膝を落とした。ゆっくりと座り直して二人を見た。ふーん。ご飯を食べないでどうするのさ。支度したところを悪いけど。 友吉は名前を言えば誰でも知っている料理茶屋の名を言った。川向こうの霊源島にある店である。今夜は二人でそこに行くことにしてるんだ。船で帰るのああ、佐賀町に船を待たせてあるんだ。へえ、豪勢だね。と奈美は言った。 だがほっぺたのあたりがすっとさむくなりかおいろがかわるのがじぶんでもわかった <laughs> それだったらこんなうすぎたないいえでにものおかずにめしなんかくっちゃいらんないやね嫌みはよしとくれよおねえさんとともきちがいったともきちはわらおうとしたがかおがすこしひきつったおてやわらかにたのむよ 嫌味じゃないよ思ったことを言ったまでさいや悪いとは思ったんだけどこの人のおとっつんに飯食ってこいとお金をもらったもんだから引き止めやしないから大丈夫だよナミは2人の前からちっとも減っていないお茶を盆に移して腰を上げたそんなら少し話を聞かないとね 先方のお父っつんとかいう人の名前も知らないんじゃ姉としても面目ないから当たり前さそれを話しに来たんじゃないかという友吉の声を聞き流して奈美は台所に引き返した土瓶に新しく茶の葉を入れ直してから奈美は台所の隅で茶わんにさっき買ってきた菓子どっくりの酒を注いだ 冷たい板の間に両膝をついたまま一息で飲み干すと口を拭ったちょっと思案してからなみはもう一杯酒をついだそれも顔をあおむけて一息にあおると口を拭って茶の間に引き返したしきりもない台所だがそこは暗くて今の酒は茶の間からは見えなかったはずである おゆうさんの家は太物屋なんだ塩菓子にある八幡屋という太物屋がおゆうの家で大店ではないが繁盛している店だと友吉は茶の間に戻った奈美に行った八幡屋は友吉が奉公している富沢町の古手問屋越後屋と遠い縁続きで商いの上のつながりもある。 その関係で友吉は小僧の頃から時々八幡屋に使いに行ったりしていていつとはなくおうとも知り合ったそんなわけでと友吉は話を締めくくった今度の話も向こうから切り出されたんだうーん友吉は男ぶりがいいからね。 と、ナミは言った。お湯うがうつむいたままくすくすと笑った。ナミはそれを無視して聞いた。お父っちゃんの名前をまだ聞いてないね。あ、リ平さんというんだ。八幡屋リヘイ。そう。表棚の娘さんか。こちとらとはちょっと身分が違うね。 台所で飲んだ酒がじわりと表に出てくる気配をなみは感じた。でも、表棚の旦那だからといって、何も恐れ入ることはないよ。十七の私たしをめかけにしたくて、山のように金を積んだひひおやじがいたけどね、そのすけべなおやじは、大棚の油問屋の主人だったもんね。姉さん、変なこと言わないでくれよ。 友吉が姉とおゆうに忙しく目を配りながら言った。そんな言い方しちゃおゆうさんに悪いじゃないか。別に悪かないだろこの人には関係ないことだもの。ただ、金持ちの旦那なんかちっとも怖かないよって言ったわけ。まいったな。姉はほら、務めが務めだろ口が悪いんだ。 気にしないでくれよな。何を謝ってんだよ、お前は。ナミは抑えていた酔いが一度に噴き出したのを感じた。謝ることなんか一つもないって。第一、おゆうさんの方からお前に惚れたんだろわかってるわかってる。なんだ酒飲んでんじゃないだろうな。 やっと気づいた友吉が声を荒げた。いつの間に飲んだんだよ。酒ぐらい飲んだっていいじゃないか。なみは細い目を据えてうそ笑うような表情でこちらを見ているお湯を見返した。酒がなんだってんだよ。ヘこらすることなんか一つもないからね。友吉。姉さん、お前が嫁をもらう日のためにと思って。 お金だってちゃんとためてんだから。おもてがなかなんか知らないけど、向こうになめられることなんか一つもないんだよ。お金はいらないよ。何言ってんだね、お前。金がなくてこの世の中渡っていけるもんか。大丈夫。お前が恥をかかないだけの蓄えはあるからね。姉さんが。 い,ったい,いくらためたと思うねほんとにお金はいらないんだ。もてあましたようにともきちがいったしばらくは家を借りてもらってほかに所帯を持つけどいずれおれとおゆうがわた屋を継ぐことになるんだ。へえ。とナミは言った。 しばらふたりをみくらべてからいったそれじゃまるがかえなんだまるがかえって言いいかたはひどいなだってそうじゃないかなんだふとものやのむこんなんのかがっかりだなみはふらりとたちあがった。 台所からとっくりと茶碗を持って長火鉢のそばに戻ると猫板に茶碗をのせて酒をついだ。ゆうの顔におびえの色が浮かんだ酒が入ると奈美の心は鋭くさえわたって何一つ見逃さないおびえたゆうが手を伸ばして友吉の袖の端をつかんだのも目ざとく見つけた。 茶碗の酒をあけてから言った。怖がることはないよ、お嬢さん。酒を飲むからといって、あんたまで取って食おうってわけじゃない。じゃあ、俺、そろそろ。ゆうに袖を引っ張られて、友吉がそう言うのに、ナミは鋭く、待ちなと言った。 まだ、肝心の話がすんじゃないよ。肝心の話祝言はいつになるんだねああ、それ。ともきちはゆうと顔を見合わせた。まだ、決まってないけど、決まったら知らせるよ。決まったらじゃないよなみは猫板を拳で殴った。 空の茶碗が踊って若い二人はピクリと体を震わせた。あたしゃ痩せても枯れてもたった一人のお前の身内だよ。その身内に先方のお父っつぁんがいつ祝言の日取りを相談しに来るのか、それを聞いてんだよ。若い二人はまた顔を見合わせた。そして同時に波を見た。優は少し青ざめて。 友吉は口の辺りに薄笑いを浮かべていたが2人の目には同じものが現れていたそれはさっきまで優という娘の目の中にあったものでもあったそれは片着のものが水商売のものを自分でもそれとは気づかずに隔てている目の色に思われた 薄笑いの顔のままで友吉が言った。そりゃ、まあ、帰っておゆうの親父さんに話してみるけど。もういいよ何せ、忙しい人だから。いいって言ってんだろじれて、なみは酒が入っている茶碗を畳に投げつけた。 部屋に酒の匂いが立ち上り、若い二人が驚いて立ち上がった。立ち上がっただけでなく、友吉はかばうように優の肩を抱いてやっている。帰んな、二人とも。もう二度と私の前に顔出さないでおくれ。ああ、わかったよ。わかってるとも。仇の、客商売のお店に、水商売の女なんぞお呼びじゃないんだ。 ぐずぐずしてないで帰りなよ。いかにもあたしは男に身を売って生きてきた女さ。ともきちだって今となっちゃこういう身内が迷惑なんだ。口答えするんじゃないよ、バカ。本心言い当てられて格好悪いか。むちゃくちゃだ、こりゃ。何がむちゃくちゃだよ。はいはい、わかってますようだ。 お前らの前に顔を出さなきゃいいんだろ安心しな。向こうの利平とっさんにも言ってもらいたいね。ご心配には及びません。こっちはインバイ女でございますから。友吉の姉でございと、恩前にしゃしゃり出る気なんざこれっぽっちもありませんって言っときな。変だこりゃ手がつけらんなくなった。じゃあ、俺たち。 帰るからね、いいね。帰れって言ってんだろう、さっきから。船に乗ってごちそうを食べに行きゃいいんだ。ああ、お前なんか育てて損しちゃった。とっとと帰んな。二度と顔見せたら承知しないよ。二人が方法の手で出て行くと、ナミは台所から塩を持ち出して、威勢よく戸口に参った。 それから改めて茶わんを持ってくると残り少なくなった炭火をかきたて女だてらにあぐらをかいて飲み始めた肌寒さに身震いしてミは目覚めた慌てて起き上がったが部屋には誰もいなかった 長火鉢の炭火は白い灰になり油が切れるのかあんどんの火がじいじいと音を立てているなみは立って台所に行った少しふらついたが大丈夫だった頭が少し痛むだけで気分はそんなに悪くはなかったただ体が重くて節々が痛んだ なみは暗い台所で水がめから水をくんで飲んだのどを滑り落ちる水がこの上なくうまかったなみは茶の間に戻った長屋のものはもう寝てしまったのか小鳥とも音がしない何きごろなのかさっぱり見当がつかなかった ナミはうつむいて両手で顔を押しもんだ。少し顔にむくみが来ているようだった。つまらないことを言っちゃったよ。ぼんやりとそう思った。つまりは弟が一人前になったということなのである。結構なことじゃないの。とナミは思った。 それを、祝言の日取りがどうの身内がどうのとくだらないことを言ったような気がする突然ナミは自己嫌悪に襲われた二人そろって姉ちゃんありがとうと言ってくれるとでも思ってたんじゃないのかお前はと思った大した芝居っじゃないか 小さい時に育てたと言っても弟は男である一人前になればいずれ離れてゆくのだ今日がその日だったのだろうそれならあんな言い方をしないで黙って見送ればよかったんだひょっとしたらお前はあのおゆうという娘にやきもちを焼いたんじゃないのかね 波は火箸で灰をかき鳴らした。部屋の中には濃い酒のにおいが漂っていた。投げつけた酒が畳にしみこんでしまったのだろう。だけど、なみはふと独り言を言った。だけど、つまらないね、生きるってことは。 あんな嫌な思いまでしてみようってお金を稼いでそれがみんなパーだとどのつまりは何の役にも立ちはしなかったと思った三十しか三十死の女がたった一人取り残されちゃったね。 と思ったひとっこひとり見えない寂しげなみちにポツンと立っている自分の姿が見えた。その姿はこっちに背を向けて、ほうとに迷っているようでもある。寂しさがひしと体をしめつけてきて、みはわがてで強く胸を抱いた。そうしないと、 胸の中のすすり泣きが外に漏れてしまいそうだった誰かが戸をたたいている波はハッと目覚めたようになって立ち上がった上がりかまちで声をかけた誰友吉かい いや俺だよ。ずっと昔に聞いたことがあるような声がそう言った。土間に降りて戸を開けると、滝蔵が立っていた。おや、滝蔵さん、今ごろどうしたのさと奈美は言った。滝蔵は、 昔ナミの家があった清澄町の長屋で一緒に遊んだ幼なじみで年もなみと同年だった昔とちっとも変わりない色の黒い馬面のままでただその顔は年よりも少し老けて見えたそしてどういうわけか滝蔵は頭から湯気を立てていたいや何なみがそう言うと は口ごもったちゃんが来てねちょっとここのぞいてくんねえかっていうもんだから友吉があのバカこっちが首でもくくるかと心配になったかと思ったが気持ちは現金にいくらかなごんだそれであんな遠くから走って見に来てくれたんだ 悪かったね滝蔵さん」とナは言った「滝蔵は子どもの頃から生真面目なところがある男だった」「ナが男に体を売る境外に身を沈めた頃たった一晩女をかえるだけの金を握って滝蔵が訪ねてきたことがある」 ナミちゃんをこんなところから連れ出したいそして書体を持ちたいと滝蔵は言ったがそういう滝蔵は近所のたたき大工の手伝い仕事にありついたばかりで手にこれといった食もなければ金もなかったナミに会いに来るのに一年かかって金をためたそうである気持ちはうれしいが もうここには来ない方がいいと、その時滝蔵に意見したことをナミは覚えている。年は同じでもナミの方がずっと世間を知っていて考え方も大人になっていた。二人で所帯を持つなどということは夢を見るのと同じことだった。あんたが来ても私はもう会わないから。 少し芝居がかって突き放したことも記憶にあるそれが滝蔵のためだと思ったのだあれからもう十何年たったのかしらとナミは昨日も会った人のような顔をして目の前に立っている滝蔵をいぶかしく見た。 悪かったねこんなに遅くにさまだ5つ午後8時すぎだぜんなに遅いわけじゃねえ走って汗かいたんじゃない待って今手ぬぐい出すからいらねえいらねえ滝蔵は手を振ったもう大丈夫だちょっと上がって一杯やってかない 私も一人で酒飲んでたところだから茶の間に上がってナミがそう言うと滝蔵もどままで入ってきたが上がるそぶりは見せなかったいや俺も仕事を終わって家に戻ったばっかりだったからよ上がってもいらんねえ心配なことがねえならこのまま帰ろう心配なことなんて何もないけどでも 久しぶりじゃないのさ。すぐ帰るんじゃあっけないね。なあに、今度は家が分かったから改めてくら。滝蔵さんは、大工をしてるんだね。とナミは言った。滝蔵は紺の腹がけにはっぴを着て、きりっとした職人姿で立っている。まあな。 と言って、滝蔵は長い顎を撫でた。たたき大工だけど、一応は棟梁と呼ばれてるよ。観察ももらったし、場所は同じだが、表に一件借りてる。そう。男の人って、偉いんだね。子供は二人だ。男と女。 そう幸せなんだねいやいや滝蔵は首を振ったたちまち暗い顔をした5年前に女房に死なれてねあら俺も苦労したぜなみさんまあなんてことだろう 子供が大きくなって近頃いくらか楽になったけどな。でも、後の人をもらったんでしょそんな物好きな女なんかいるもんか。子供はいる。口やかましいババアが一人いるつい家だから、後釜の来てなんざありゃしね。あら、お母さん、まだ元気なんだ。とナミは言った。息子と同じ、 色が黒くて口が達者だった滝蔵の母親を思い出して、こんな話の最中なのにふっと笑いを誘われていた。それじゃあ、お酒はよすとして、お茶漬けでも食べてかないご飯がたくさんあるんだ。滝蔵さん、夕飯までなんじゃないかしら。お茶漬けか。酒は断った男が思案している。 そういえば、はらぺこだな。そうよあんなところから走ってきたんだものまったく友吉のやつおちゃくったらありやしないとナミは思ったあとは生真面目な滝蔵に頼んで自分はさっさと料理茶屋に行ってしまったのだあがってくださいなすぐ支度しますから。 声をかけておいて、ナミはあんどんから手食に火を移し、台所に入った。手早くかまどに火をおこした。飯はお茶漬けで仕方ないけど、煮物を温め、焼き魚にも火を当てて出そうか。そんなシ案をめぐらしていると、気持ちがだいぶ明るくなってきた。滝蔵さん。 とナミはいあれから十何年もたったなんて思えないね十年そんなにたちゃしないだろう滝蔵ののんきな声がした上がりこんだらしく声は茶の間から聞こえる友吉とは時々会ってたの いやそれがさと滝蔵が言った。二年前に富澤町で武士仕事頼まれたんだ。そこがほれ、ともちゃんが奉公してる越後屋っちゅう豚屋さんだったんだ。そうとは知らずに行ったんだけどな。へえ、そういうこともあるんだ。で、ともちゃんも年季が明けた時だったから、二人で一晩飲んだのさ。 ともちゃんはあれでずいぶんおまえさんのことを心配してるぜへえどうだかとなみは言った人にそう言われるとさっきのはらだちがもどってきそうだったともちゃんも立派になったよていだいさんだもんなあのね 今日の昼過ぎにさラミは話をそらした。頭上を飛び過ぎたツバメの姿が頭に浮かんでいた。あの時何かいいことがありそうだという気がしたのは色の真っ黒な滝蔵のことだったのだろうかと思った時腹に笑いが動いた。 たくさんたいためしがむだにならなかったんだからいいことにはちがいないけれどもいえにかえるとちゅうでツバメをみたんだよあれことしのはつツバメじゃないのかしらツバメ滝蔵のそっけないへんじがしたツバメはだいぶまえからみてるぜ。 あら、そうなのなみはひょうしぬけしたそしてきゅうにこみあげてきたわらいがとまらなくなったケラケラとこえをたててわらったなにをわらってんだいおちゃづけにきをそそられてあがりこんだおとこがふしぎそうに。